こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は群馬県高崎市高崎アリーナにやってきました。周辺にはたびたび訪れています。奥が高崎駅となります。歩いて10分15分程度の場所に位置するのは JR 東日本群馬車両センターや JR 貨物高崎機関区となります。今回 JR 東日本に所属する機関車に大きな動きがあるということでやってきました。群馬車両センターの方に急いで行ってみたいのですが、奥を見ますと蒸気機関車でしょうか。こちらに回送列車としてやってきそうな雰囲気があります。もうしばらく待ってみたいと思います。まだやってきそうもありませんので、今回のあらすじを簡単に説明しておきたいと思います。つい先日8月25日に新潟車両センターに所属する EF81 型相当連結機搭載140号機が群馬車両センターの方に短期使用で改装されています。その後八高線非電化区間で活躍するキハ110系222と連結をしまして、向かった先は郡山総合車両センター。全般検査のために入場配給という形で担当しています。その後郡山の方に無事に到着しまして、140号機の方は短期治療で田端の方に改装されています。ちょっと奥から煙がこちらにやってきます。蒸気機関車がやってきそうなので、一回話を中断しまして、アリーナの下に行ってみたいと思います。黙々と煙を上げてこちらにやってきます。 B51 型 C61 型どちらでしょうか。後ろに国鉄型電気機関車が連結されていてそうな雰囲気。 C61 型の20号機です。ちょうど目の前に停車をしました。電気機関車の方は EF64 型1001号機、後ろに12系客車を連結しています。車両側面行き先方向幕を見ますと SLC 運転となっています。ものすごい音。客車の煙、すすのようなものが目に入りましたので一旦中断をしましたが、どこの区間か分かりませんが試運転をし帰ってきたようです。この後準系客車の方を高崎駅構内の方に入れ替え作業を行うかと思いますので、この後は推進運転となります。右に211系がやってきましたが、こちらを優先させるのではないかなと思います。こちらの入れ替え作業ゆっくり見ていきたいのですが、本日の目的とそれてしまいます。時間の方もなくなってしまいますので、群馬車両センターの方に急いでみたいと思います。また別の機会に見ていきたいと思います。オハ12の366、屋根の方若干錆びています。 SLC 運転、隣の車両も屋根が錆びています。奥の車両は綺麗になっています。
移動を開始しまして群馬車両センターが見えてきました。先ほど話の方中途半端となってしまった新潟所属の EF81 型140号機は田端の方に到着しまして、その後短期治療で新潟旧長岡車両センターの方に改装されるのではないかと思っていた矢先、高崎線経由上越線に入りまして新潟県を目指すということから、こちらが改装ルートにあたります。群馬車両センターの方にそのまま立ち寄ったようです。早速正面に確認することができます。 EF81-140 日立、今回こちら群馬車両センターにやってきまして、新たな仕事です。残念ながら廃車改装配給を担うこととなりました。連れてかれる車両はこちら国鉄型ディーゼル機関車です。パッと見た感じデイ10型のようにも見えますが、こちらはデイ11型です。唯一所属している1041号機、この後向かうのは秋田総合車両センター、検査のために向かうという可能性もありますが、廃車改装と噂されています。2021年に工事用臨時列車レールを輸送する変空をこちら高崎から高崎操車場まで牽引をしています。それ以降活躍の場を完全に失っています。デイ11型の方は本線などで客車を牽引する想定はしていません。貨物ヤードなどで入れ替えを主に担当するためのディーゼル機関車、高圧蒸気をホースを使い客車の方に送り、暖房として使用する蒸気発生装置 SG 装置の方は搭載されていません。さらに重連総括制御機能、総括制御機能が搭載されていないということから、ジャンパ線が取り付けられていません。連結器周辺はすっきりしているのが特徴です。この場からは確認することができませんので、後ほど見ることができたらいいなと思っています。どちらにしてもこの後向かうのは秋田です。もう間もなくしますと出発しそうな雰囲気、この後は高崎駅の方に移動しまして見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。デイ11型といえば JR 貨物新鶴見機関区の方に2000番台が4両配置されています。その他 JR 東日本旅客関連に関しては仙台や岡山の方に1両ずつ配置されていましたが、岡山の方に関しては2021年に倉敷貨物ターミナルの方で廃車解体されています。こちらの高崎からもデイ11型がなくなってしまえば、もう見る機会ほとんどないかもしれません。正面新型機動車が2編成配置されています。よって秋田に旅立ちということになったのかもしれません。先ほどから140号機の方を見ていますと、乗務員さんがすでに始業前点検を終了しまして待機されている状態となっています。いつ出発するか分かりませんので早々に移動します。仙台や岡山に配置されていた1000番台 JR 貨物の車両だったかもしれません。詳細忘れてしまいましたので間違ってるかもしれません。ということで140号機は全消灯を点灯させまして出発を待ってる状態です。高崎アリーナの方に戻ってきますと、12系客車を入れ替えまして機関車2両で群馬車両センター方面、高崎機関区方面に戻っていきます。高崎駅の5、6番線ホームにやってきました。ホーム先端新前橋方面には大変多くの方が集まっています。この周辺にやってくるんではないかと思います。カメラを持った方や鉄道ファンの方は
車両前面部分から記録を残したいということで集まりますが、後ろであれば若干人は少ないはず。様子の方、邪魔にならない場所で見ていきたいと思います。想像を超える単位の方々が訪れています。50人いや100人まではいかないかもしれませんが、ホームは大変混雑しています。場所を変えて7番線にやってきました。ただいま遠くの方で140号機の汽笛が響き渡りました。もう間もなく車両の方見えるかと思います。ゆっくりと赤い国鉄型電気機関車がこちらにやってきます。7番線に回送列車が参りますと放送が入っています。目の前にやってきそうです。7番線この後列車が到着いたします。黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。7番線列車が到着いたします。お下がりください。やはり連結部分の方はすっきりしています。遠くの信号青の灯火に変わっていますので、もう間もなくの出発。上越線をゆっくりと下ってきました。秋田総合車両センターに向かいました。この先追いかけることはできませんが、また動きがあれば見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。そして1041号機の方には廃車回送とは確認することができませんでした。万が一戻ってきましたらまた見ていきたいと思います。戻ってこないとしても秋田の方で見れればいいなと思っています。この後は大宮方面に移動します。ホーム先端にやってきてしまいましたので、本日はこの辺で終了。最後までご視聴ありがとうございました。誰もいないホームです。それではまた。